赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。あの子よい子だ、気立てのよい子。リンゴによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂かる。いくしゃみも飛んでてる。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。朝の挨拶、夕べの別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。はい、こんばんは。今夜もね、リンゴの歌を歌いました。2016年。6月の15日、水曜日の生存確認です。今夜もね、いつもの4さりげなく生存確認の一環として、こんな風に配信してます。はい。ああ、どうもね。ちょっと今日ね、どうぞ、でも風邪ひいたみたいなね、やっぱな。朝起きたらね、今日はね、喉がすごい痛かったね、喉がね。それでね、やっぱそうだな。で今日、ね、そんだけね。そうだな、乾燥した。ああ、多分ね。多分冷房つけたまま寝ちゃって。風邪ひいたと思う。すごいわかんないけど。朝から喉痛くてさ、今も痛いね。そんだけ、ちょっとね、そんだけで温まろうと思う。今日熱燗飲もうと思う、今夜は。今夜は熱燗ね。熱燗。ああ。今夜熱燗飲もうか、久々。アルコールバーだね。熱燗飲もうか。ああ、ちょっとね、喉が痛くてね、今日の朝起きたから。今夜アルコールバーナーで、ね、熱燗飲もう、燗酒。久々の登場。ライター持ってこうか。ライター。はい、どうもね。久々、燗酒。アルコールバーナーね、トランジアですね。で、燗酒のやつね。はい、これで。どうもね、今夜こんな感じです。で、もう一回行こうか、今夜。もうちょっと温まるまでね。赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。あの子、良い子だ、気立ての良い子、リンゴによく似た、かわいい娘、どなたが言ったか嬉しい噂か、るいくしゃみも飛んで出る。
リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。朝の挨拶、夕べの別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えば、なお楽しい。みんなで歌えば、なおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいいや、かわいいや、リンゴ。はい、こんばんはね。今夜もね、リンゴの歌を歌いました。ライムさんどうもね、はい。今日はね、なんか風邪ひいちゃったみたいでね。寒いんだ、熱かんだ、今日は。今日は熱かんで、久々。アルコールバーで缶酒飲もうと思って。朝起きたから喉が痛くてね。ああ。今日は温まろうと思って缶酒飲もうね。持ちましょうか。これ同じのとっくりで、俺さ、これ赤札堂で半額になってたの、一生パック昨日だっけね、これ半額だったから、これね、あ、ちょっと清酒って書いてあるからね、よかったと思ってね、清酒だったんでね、買ってみた。じゃあこれを完全にしよう。ああ、久々かね、一緒ね、パックだね。ああ、今日は温めて寝ましょうね、ほんとね。今日は缶酒だ。で、今日のつまみにね、小鍋立てにしようと、温まると小鍋立てにしようと思って、ちょっと今日台所の方で、あの小さい土鍋で、100円の土鍋でね、ちょっと見てこよう。はい。缶酒開、缶酒開始。いや、この中久々だね。アルコールバナナ缶酒だ。さて、いや、ちょっとね、つまみ作っていきましょうか。今日はどんどん小鍋だてね。ああ、寒いね。
今日風邪気だ、寒いから、風邪気になっちゃったんでね、温まろうと思って風邪気だ。どうも見えるかな。鼻水が、ぐぐぐ言うけど鼻水が鼻出ないんだよな。今日小鍋立てにしようね。あー寒い、久しぶりね。もうこの季節だけどちょっとね、寒いさ、風邪っぽいからさ、温まろうと思って風だけね。今つまみはね、台所で小鍋立てやってます。100円の土鍋でね。じゃ豆腐とかまぼこで鰹節1パックあるんだね。1パック入れて、あと醤油パーって入れて、うん、こんなやつだね。かまぼこ、この間生揚げと一緒に炒めた、あれ同じやつね。もう一個買ってたんでね。食欲はあるんだよね、風邪っぽい。まだそんな悪くないんだろうな。なのでね、他のもの持ってこうかな。豆腐とかまぼこの小鍋だて、かつお節と醤油入れた、あと一味唐辛子ちょこっと入れて、ね、持ってこようかな。久々この土鍋だね。はい、固まっちゃった？固まっちゃったね。ちょっとさ、やり直す。